最後にもう一つ皆さんにお伝えしたいニュースがあります。今年の秋、任天堂 3DS バーチャルコンソールでポケットモンスター金銀を配信します。ポケットモンスター金銀はポケットモンスターシリーズ2作目として1999年に発売されました。バーチャルコンソールではゲームボーイカラー版の画面を再現、当時の感動をそのままに楽しめます。もちろんポケモンバンクにも対応予定です。配信予定日はポッケントーナメントデラックスと同日の9月22日です。